승짱입니다유카선후시대하이오늘은유카선참견입니다네네이런나네お悩みがまたあるんだけど何か悩みっていうか事件と思いますいろいろがでも、うん、うちらは事件を送ってもらった구독者、うん、구독押してるか分かんないけど、ね、ちょっと押してよもうこれぐらいだったらねまあまあ分からないけどすごい応援ですからそう、うん、오해하지말고誤解せず봐주시기바랍니다見てくださいはい行きますかはいそれでは早速行きましょう、はい、안녕하세요저는한국에서살고있는21살한국인입니다、응、저는동성커플입니다すごい어떠세요신선해요そうそう우리らにはやっぱ分からない世界だから신선です아저는 저는어렸을때운동선수였습니다 고등학교때큰부상을당하고결국수술을두번이나하게되었고저는고등학교도제대로다닐수없어서결국저는10년이라는시간동안했던운동을그만두고건강으로인해자퇴를결정하게되었으며너무힘들었던저는인생을방황하고살고있었습니다하루하루의미없는인생을살던도중저는유카님승짱님의채널을보고처음부터일본인을사귈마음은없었지만그냥두분께서올리는영상이재미있어보다가우연히일본인여성을만나는영상을보았고정말그렇게만날수있을까라는생각을했습니다궁금해서인스타에서해시태그를찾아보고구경하던중에현재여자친구의글을보았고저희는연락을하면서서로사랑하게되었습니다저희는서로결혼을하고싶어도결혼을할수없고같이있고싶어도있을수없게되었습니다양자입양도생각해보고조건없이귀화할수없을까생각하며하루하루고민에빠지고있었습니다워킹홀리데이를신청할예정인데제가고등학교중퇴여서합격할확률이너무낮다고하네요양자입양도비자도나오지않는다고들었습니다정말어떻게해야할지모르겠습니다우와그럼무한시근데뭐아따시와팟댓글팟댓글팟댓글요와카이까라이만21살장若いから、まあ遅いって言ったらまあ遅いか分かんないけど、うん、ちょっと今からちょっと用意した方がいいんじゃない？うん、なん例えばなんか今やっぱビザの問題でなんか日本に行くのもちょっと厳しいじゃん、うん、正直そうだね、うんうん、そうそうだから今悩んでる原因っていうのはそのビザとあとその子供を養子にもらう手続きに対する多分悩みなんだろうね未来が見えないみたいなどうしたらいいか分かんないだからその相手との関係性はとっても充実してるわけだよねきっと、うん、でビザとかそういう用紙の件については本当に事務的なことじゃんだからこの条件に合ってなければダメなものはダメだしもらえないものはもらえないから結構ちょっとそこは厳しくちゃんと準備した方がいいと思う例えば今学歴が足りなくって今の状況だったら出ないっていうのであれば高等越し검정越しねなんかそれサバ高等越しサバ越しなんか검정越しっていうそういうあの高校卒業したよっていう試験を受けるとかできることはきっといっぱいあるわけじゃんあの専門学校に行ってもいいわけだしだからでもどうしたらいいか分かんないっていうよりはもっと調べた方がいいと思う仲間聞いて話気持ちは分かるけど、うん、一応用意しなきゃあかんものがあって、うん、人生ってうまくいけないのがあるよそう ね, ねそうだからすごい今気持ちは分かるけどいや準備した方がいいよなんかいろいろね後で問題になるの結果はまあ絶対後でなんか壁にぶつけんの壁にそう本当に私の周りにもいっぱいあんのなんか体格、まあ、出てないからウォーキングホリデー行けなかったりビザ出ない時とかそうだねいっぱいあるからねでその問題がもう確率出る確実って感じだから一応かっこそうだ、ね、あと JPLT JLPT まああれあれね日本でもしあれするんだったらもうこれは早くやった方がいいね、うん、もう準備した方がいいと思いますそうだねまだ21歳だから全然、うん、全然今から準備しても全く遅くないと思うし焦らないでいろんなことができると思う今からでも、うん、だ
から、あ大変だって、めんどくさいって思わないで、一個ずつ頑張って準備していけば、そう。きっと今描いてるそういう目標とかが達成するようになるかなって思います。一個ずつ行きましょう仲間。そうだね。なんかこれ読んでて、なかなかいないじゃんやっぱりそういう同性のカップルで海外に移住したい。って思ってる人、逆にありがとうね、同性カップルがこんなに勇気持って、そう、本当にありがとうだなって思ったから、うん、うちらもね、真剣に答えてあげたいなと思って、そうそう、今回、まあ、そんなに笑いなしでさ今回はちょっと真剣にご相談に乗りたかったなと思ってこのサヨンを読んでみました。あとなんか子供を欲しいって言ったじゃん、うん、でもまだちょっと早いと思うよ。あの年齢は分かんないんだけど、関係ないかもしれないけど、そう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 、いろんなこと考えて、いろんなリスク考えて2人で話し合って決めた方がいいよねって思う。あの決めたんだったら応援したいし、いや子供は一番最後じゃない、ね、結婚全部なんかそのビザとかそういう住むとこ全部終わって、確かに一番最後は子供だから、そうだね、今子供考えるのはまだ早いと思います。うん、そうだね、うん、だビザを無事終えて、うん、いろんな問題が解決してから、そう、全部幸せになってから最後、うんうん、でいいと思うよ、あなたは一人じゃないから、ああ大丈夫大丈夫、こちらみたいなカップルが応援してるから、そうです、大丈夫だよ。はいはい、こんな感じのお悩みでした。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、いつも。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。アンニョン。